さあまずはニュースウェーブからいきましょう。釣り業界のさまざまなトピックスを取り上げていきます。今週のゲストはこちらの方です。磯釣り界のレジェンド宇澤正徳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のニュースはどんな話題の取材ですか。はい、今回はですね、愛南町の中泊磯釣りナンバーワン決定戦の大会を取材してきました。なるほど、磯釣りの大会ということで、はい、やはりそれはもう宇澤さんですよ。うん、宇澤さんは愛南町で磯釣りってされたことありますか。してます。あ、そうですか。はい、あの四国はずっとあの日振りからずっとその愛南町から下のあの沖ノ島、鵜来島、あの辺ずっと何度か行ってます。もうすっごく今地図出てますけど、はい、もう地形からしていい磯が続いてんだろうなっていうのが感じられますけど、もうずっと沿岸をずっと車で下に南下していくと、はい、もういいとこばっかしですよ。もうどこでもいいから早く下ろしてって言いたいぐらい選べないぐらいに。そう、そんな中でもやっぱ特別いいポイントとかあったりするんですか。はい、うん、やっぱり中泊まりそれ中泊まりのやっぱりあの大型のグレは水が出るってことで有名なとこですからね。大物もじゃあ多数出てる、はい、だからこっちまで聞こえてくるのは大体、うん、あの中泊まりかウグルか、あとあの串太で日振りか、そのくらいですよね。はあ、そうな、まあでもこの九州と四国の間っていうところなんでね。そうですね、これはもう本当にいかにも魚いそうな気がしますけども、あっちは直接黒潮ぶつかってますからね。そっか、そうか、はい、ということでね、実は今回坂本智子さんに大会のレポートをしていただいたんですが、井出さん大ファンなんですよね。あれもう昔からも大好きで、坂本さんのことが、ね、ちょっと待って、今日スタジオに来てくれんじゃないの。実はですね、西宮のスタジオに。そっちなの。はい、呼んでみよう、呼んでみよう。ということで早速つながっております。坂本さん。坂本さん、はい、坂本智子です。西宮にいます。ちょっとこっち来てください。俺会えると思ってたのに、もう先週からずっと会える、会えるやっと会える、久しぶりだと思って。確かにスタジオにって書いてありましたもんね。そうでしょ、はい、西宮の方のスタジオにですね。で坂本さん、はい、相性もお会いしたかったです。はい、そう言っていただいて嬉しい。優しい、優しいね、はい、あ、もう西のママなんですよね。そうなんですよ。なんかもう釣りのやり方も変わりましたね。うん、どんな風に変わりました。うん、なんかやっぱ以前はもういかに魚を釣るかみたいな感じだったのが、もう今はまあ子供と釣りに行くことも多いですし、じゃあ今日釣ったお魚どうやって食べるみたいな、もう食に結構行くようになりました。お子さん今おいくつなんですか。今3歳と、下が8ヶ月です。うわ、ちっちゃいね。やっぱりもうすっかり魚食べるの大好きな子供に育ってますか。大好きですよ。もう魚だったら絶対残さないですね。さすが英才教育ですよ、ね、いいお魚いっぱい食べてますもんね。食は絶対どんどん進化するよ ね、 ね、さあ今回特別枠で大会に参加されながらレポートされたということですが、どうだったんでしょうか。いや、私あの船釣りの大会は参加したことがあったんですけど、この磯釣りが初めてだったのでめちゃくちゃ緊張しました。そうですか、うん、まあ、大会といえばね、宇澤さんいらっしゃいますから、もう数々とトーナメント参加されてますけども、ですから、こういう、ね、地域や都選組合などが主催している大会ですね。最近ね、やっぱりこのコロナ以降ね、やっぱりそういう自治体多くなってきましたね、うん、あのぜひ今度やりたいから協力してくださいっていうところがやっぱりいいことですよね、うん、それによって地域が活性化されるでしょう。そうか、うん、やっぱり今までちょっとどっちかというとね、釣りしいって言ったのが最近やっぱり来てほしいんですよ、うん、だから結構ね、あの水泉いつも九州のあるところでね、やっぱりあの市長さんが今度またしたいんで、そういう話が出るぐらいですから、うん、はい、やっぱり相当やっぱりそれによってやっぱ人が来て見てもらわないと、来てもらわないとダメですからね。魅力が伝わるっていう意味でね、やっぱいいことですよ。いいことですよ。サイズが大きいって先ほどね、あの大物も釣れるって言いましたけども、うん、今回の大会は数じゃなくて坂本さん1匹の大きさっていうことですよね。そうです、一番大きなグレを釣った方が優勝です。あ、長さなんですね、1匹の。はい、うん、長さか。じゃあもうラッキーで1匹だけ釣れて優勝ってこともあり得る。そうですね、うん、それよりありえますね。ラッキーが一番いいですよ、やっぱり。あの普通のほら、僕らがやってるトーナメントっていうのは多分5匹とか全重量になっちゃうから、うん、やっぱり上手な人が勝つんですよ、うん、で数をするのか型を狙うのかでもあるけども、やっぱりある程度型も数もってなっちゃうとどうしても初心者は勝てない。でもこれならラッキーがあるんですよね、はい、ちょっと坂本さんももちろんこれ優勝を狙いに行ったわけですよね。
狙いに行きました。ちょっとその模様をご覧ください。どうぞ。11月19日に愛媛県愛南町中泊で行われた磯釣りナンバーワン決定戦、全国各地から総勢132名の腕自慢が集まりました。前日まで本当に爆風だったんですが、この日はなんとか落ち着き開催できる運びとなりました。はい、よかったね。お、23番坂本智子。はーい、愛南町にやってきました、坂本智子です。さあ今日は大会に参加しながらこの愛南町の魅力をお伝えしようと思ってるんですが、私このね、深瀬でグレーを狙うのが本当もう4年ぶりぐらいですかね。なのでちょっと緊張してる部分もあるんですが、まあこう景色を楽しみながら頑張りたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっといいですか。はい。今日はどちらから来られたんですか。今日は高知から。はい、高知から。愛南町はよく来られるんですか。そうですね、中泊はよく釣りに来てますね。意気込みお願いしてもいいですか。風が強いんで、もうナビしぶきを浴びながら頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はどちらから来られたんですか。隣の高知県の宿毛市から。あ、そうなんですね。中泊に帰り詰めて20年です。うおー、20周年。めちゃくちゃ長いですね。もうぜひこうやりたくて。でかいのをドーンと。はい、おはようございます。おはようございます。ちょっといいですか。はい、今日はどちらから来られたんですか。広島です。広島。はい、わざわざこちらまで。そうですね。意気込みをお願いします。まあ何か釣って帰れれば。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。この愛南町にはよく来られるんですか。そうですね、もう冬のシーズンには、はい、かなり来ます。過去にこういう思い出があるとかありますか。そうですね、一番最初にこの愛南町に来て、この中泊で釣りした時にクーラーいっぱい釣れたことがあって、そこからもうずっと毎年ここばっかり通ってます。それはすごいですね。はい、なんか自分のやっぱ釣りがあったなっていう感じなんですかね。そうですね、潮の流れが結構早いので、結構こうダイナミックで面白い釣りができるんで、はい、楽しいです。おはようございます。女性珍しいですよね、今回の大会。あ、そうですね、今日初めて見ました。今日どちらから来られたんですか。高知市からです。高知市から。はい、愛南町の磯釣りに通うなんか理由とかってあるんですか。あ、そうですね、やっぱり大きいお魚が釣れるところなので。はい、なんかオナガグレも釣れるって聞いたんですけど。あ、そうですね、はい。釣ったことは一回だけ。はい、オナガグレ釣ったんですか、ここで。一回だけ。はい、すごいですね。ちょっと今日の意気込みお願いしてもいいですか。はい、なんとかグレを一匹、はい、釣りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今回取材ということで、私の知り合いの釣り師中村さんと同じ磯に乗せてもらうことになりました。2回目です。2回目で大会参加。はい、そうです。なかなか緊張しますよね。緊張しますよね。私同じ磯に上がらせていただくので、はい、今日は頑張りましょう。大会だと思うんですが、はい、ちょっといろいろ教えていただきながら。そうですね、坂本さんもぜひ1匹、はい、1匹釣りたい。釣りたいですよね。はい、はい、なんとかお願いします。はい、よろしくお願いします。この大会は釣り上げたグレ1匹の長さ勝負。一体どんな大物が飛び出すのでしょうか。2回目が無事に開催できました。どうにか1匹釣りたいって、やっぱそう、1匹って貴重ですよね。そうするとね、仕掛けもね、さっき言ったように太くて釣るか、細くして食わせるか、結構悩んで。そうか。でもやっぱりこの場合絶対ね、太くして取った方が絶対僕はいいだと思うんだよね。へー、結構海荒れてるんですね。そうですね、荒れてましたよ。でも坂本結構綺麗ですね、やっぱり。すごい、かっこいい。かっこいいですね。うん、私たちは横島の恵比寿というポイントに渡りました。宇沢さん、こちら今、はいはいはいって言ってましたけど、行ったことあるんですか。うちのテスターと一緒に、ね、上がってます。わ、綺麗な景色、朝迎えましたよ。よし、じゃあスタートですね。頑張りましょう。頑張って。やるぞ。お願いします。お願いします。お願いします。
すごい近いですね。あんまり遠くなくていいんですよね。はい、手前で大丈夫です。最初はどんぶかで割と釣りやすいんですよね。そうですね、いいです。釣りやすいからやっぱり評価、ね、人気になるんだよね。難しいところってやっぱどうしてもエキスパートになっちゃうでしょ。それならね、誰でも入れるから。そっか、すぐ根に絡んじゃったりとかね、切れちゃいますからね。うわ、かっこいい。本当釣りはしやすいポイントでした。めちゃめちゃ坂本さん様になってる、かっこいいね。見えてない。ちょっと眩しい逆光なんで。ラインで落ちしかない。今シーズンのグレってどうなんですか。はい、そうですね、ずっと水温がやっぱり高かったので、まだサイズがあまり大きくないですね。そうなんですね。そうですね、本命じゃない魚が餌取りが結構多いので、まだまだこれからって感じですね。じゃあ餌取りをこうかわしながら。そうですね、だから難しい釣りですね、まだまだ。あ、そうなんですね。餌取りをかわさないといけない。特に秋から冬はね、それが残ってるんですよ。おっ、かかってる、かかってる。釣れた？なんだ？おお、かったかったかった。ヒットしました。頑張ってください。なかなか結構重ための。グレーじゃないのこれ。すごい曲がってる。あ、今見ました。どうした？グレーの色してたんですけど。何でした？グレーっぽかったです。グレーっぽかった。グレーっぽかった。グレーだったもん。え、ここブルーの魚他何かいますか。まあ、ブルーの魚、見えたんですね。ブルーに見える。イズスミとか。あ、そっか、イズスミなんですよ。はい、あ、なるほど、イズスミということにします。はいはい、はい、いやいやって言ってますけど、宇多田さんが切れたのは惜しかったですね。惜しかったです。こういうね、悔しいのが後々響いてきますからね。そうですよね。そう、大会の後ですね。めちゃくちゃ悔しい。来た。来ました。来た。さすが。どうですか。どうですか、ひぎは。何でしょう。何でしょう。何でしょう、これは。もう宇田さん、もうすでにこれグレちゃんないって言ってますけど。はい。うわー。それ分かるんですか。多分イサキがいっぱいいるんですね。グレって分かったんですね。あ、イサキ、イサキやね。美味しそうなイサイズです。なかった、やっぱさすがですね。でかいですね、このイサキ。ここで中村さんに少しだけサポートしてもらいました。次もう一回こっちにこう流しますね。はい、こういう風にね、エキスパートからのレクチャーってありがたいですね。おお、釣れた。食いましたよ。頑張れ。来た。イサキが来るとね、よくイサキ来るじゃん。なんでしょう。よし、なんだ。おー、イサキ、イサキ、イサキ。やったー。やったー。やりました。やったー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 。イサキって言ってましたけどね。イサキが食べたかった。魚見ないイサキって言ってるからね。だから私は狙い通りですよ。まずは、次グレイ行きます。おいしそう。おいしそう。狙い通り。いや、しかなくイサキ。中村さん。はい。愛南町の。はい。魅力ってどういうところにあると思いますか。そうですね、まあ、釣りで言ったら、ここはやっぱりオナガグレ、大きいやつがいるので。あ、しかも大きいんですね。大きいんですよね。やっぱそれはすごい釣り人としては魅力的ですよね。他の地域と比べて多いんですかね。あ、そうですね、大きいやつ多いですね。おでもですね、結構他の地域も難しいんですけど、ここもかなり難しくて。え、それどういうところが難しいんですか。やっぱりなかなかね、食わないんですよね。あ、魚自体が。そう、だから見えてても食わないとかね。まあ、それがまた面白いところですよね。そうですよね。え、しかも見えるところまで来てくれるんですね。はい、そうです、見えてる時はね、見えますからね。でもなかなかね、食わない。あ、であと、取れない。取れない。はい、やっぱりこう、岩に入られたりとか、やっぱ大きいので。え、大きい、そんな大きいんですか。これ結構本当大きいですよ。40センチとか。もう全然50クラスなんで。50クラス。55とかね、60近いやつもいるので。そんなのいるんですね。いや、それは夢がありますよ。ちょっと坂本さん、これは釣るしかないですよ、オナガ。いや、本当に釣るしかないです。変化がかなり早い感じですね。でもグレが食う棚は浅いので。釣りやすいのは釣りやすいですけど、ただ状況の変化が早いですね。そこは難しいと思います。他の地域に比べて棚が浅いんですか。まあ、浮いてきやすいですね。浮いてきやすい。グレーはこの辺は、
は違うぞ。来ましたか。これは違うぞ。うわどうなの。あれなんだ。そうか中村さん釣れた。なんだ、なになに、ドキドキする。お、グレーや、グレー、グレー、グレー、ちょっと来ましたね。行けますか。来ました。長かったんですよ、ここまで。結構良くないですか。いきなり。あーすごい、すごい、大きいじゃないですか。来ました。35ぐらいですかね。来ましたね、グレー。ちょっと潮が変わって、はい、あの餌取りの下にちょっとだけグレーが見え始めたんですよ。で手前だと餌取りがちょっと多いんで、ちょっと沖の方に餌を入れて、じゃあバチバチと。すごい、なんかちゃんと作戦通りいった感じですね。よかった。うわかっこいい。プチブトグレですね。言いたいですね、ああいうコメント。綺麗。結構お腹パンパン、重いですもん。すごい重量ありますね。うわいい魚。綺麗ですよね。綺麗ですね。太ってますね。おお、そう。あ、なんだろう。あ、イサキ？ジャンボイサキですか。でかっ。こっちの方が。食べる分には。次々とイサキをかけていく中村さんですが、なかなかグレまでは餌を届けることができない状況でした。そうなんだ。やっぱりった餌取りのイサキの群れっていうのはすごい。ちょっと待って。ちょっと違う。イサキだ。びっくりした。グレが見えた。びっくりした。当たった。ごめんなさい。いや本当にグレに見えちゃって。焦った今グレに見えた一瞬。いやでも分かりますよね、なんか幻覚が見えてくる時ありますもんね。釣りたすぎると、はい、本当に、うん、うわでもこんなにイサキ釣れるのもいいですね。連発してますね。そうですね、うん、これはもうお子さんたちお腹すかして待ってるから。確かにもうイサキ美味しいからね、はい、子供の頃から食べたかった、うん、ね、本当だね、うん、また釣れた。畑、え、これは何。来ました。やった、嬉しい魚が来ました。来ました、大物旗、ね、今ちょっと当たりがなかったので、もう手前でちょっと遊ぼうかなと思ったら大物旗来てくれました。嬉しい一匹ですね。やりますね。サボってません。美味しいお魚をね。こういう魚濃いね。いろんなもんいるんだね。本当ですね。この大会もなんかめっちゃ楽しいからこそ釣りたい。なんか最初はまあ深瀬がちょっとできたらいいかなぐらいの気持ちだったんですけど、なんかもう燃えてきますよね、やっぱやってると。真剣モードでグレを狙いますが、残り時間もわずかとなります。そうだね、こう時間刻々と過ぎますからね。になるとね、気が落ちるんですよ。そうなんだ。お、かかったよ、かかったよ。かかったよ、かかった。これは、来たんじゃないか。またまたするんですけど。ああ、え、何これ。ダツ大丈夫ですよね。大丈夫です、大丈夫です。もうそのまま、竿で。よいしょ。うわすごい、迫力あるね、ダツ。いいですね、もし長さ勝負だったらね、ダツもいい。あったかいんですよね。そうだよ、あったかいところに多いんで。そっち来たか。高橋さんとの走りすごかったです。上に飛び跳ねそうな。めっちゃ面白かったです。ねえ。楽しそう。あー、ここで農家。はい、あっという間でした、本当に。さあ、そして検量スタートしてますよ。中村さんが釣りました。ました。はい、お願いします。お願いします。お願いします。これも結構大きかったけど。 37.5、うん、いいですね、ということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは皆さんお待たせいたしました。愛南町中泊磯釣りナンバーワン決定戦の第2回目のチャンピオンは、
49センチの 1.7 キロエントリーナンバー3番芝戸線で中場演奏に上がった曽我部さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお願いします。若い方ですね。チャンピオンの貫禄が出ます。ちょっとで 1.7 ってことちょっとまだ痩せてるな。実際に検量に持ち込まれた魚がこちらです。すごい。え、じゃあこれこれで痩せてるってことはもっと太りますよ。もっとこれから太る。これからでもでかい。優勝されました佐賀部さんには中泊まりイベント実行委員会会長山影優斗より優勝トロフィーと記念の盾のプレゼント、え、そして賞金10万円分の JCB ギフトカードを贈呈いたします。いいじゃん。おめでとうございます。大体奥さんに募集されるんですよね。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。私も今日釣りしてたんですけど、はい、なんかすごい厳しいのかなって思ってたんですけど、どうだったんですか今日状況は。実際は10時ぐらいまで何も釣れてなくて、でずっと左の潮が流れてたんですけど、はい、そこから潮が一気に緩んで右に流れ始めた瞬間で一発食いました。あ、その一発だけだったんですか今日。その一発と、はい、あと30センチぐらいのが2匹だけです、ね、へえ、はい、じゃあ急にもう状況が変わって、はい、それに対応していったっていう形ですかね。そうですね。それこそその一瞬だけだったんですよね。潮が緩んだ一瞬の。もう釣り歴は長いんですか。いや釣り歴3年ぐらい。ちゃんと3年ですか。リングとかイカとかはずっとやってて、はいはい、釣りでトータルでいくと7年ぐらいはやってるんですけど、深瀬を始めたのは3年ぐらいですね。3年で優勝できちゃうんです ね。 いいね。その3年がめちゃくちゃ濃いとかですか。まあ大きい人結構通わせてもらってるんで、うんうん、まあ、結構病影が濃くてグレ自体もサイズも結構出てるんで、まあ、すごいいいとこだなとは思います。今日楽しめましたか。楽しめました。いや本当お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。いいですね。じゃんけんはい。最後には参加者全員に当たる抽選会とじゃんけん大会が行われ、盛況のうちに終了となりました。わあ、お疲れ様でした。すごく楽しそうな大会に見えましたね。坂本さんお疲れ様でした。もう魚影が本当に濃くって、だから釣り自体は本当に楽しめました、だって結構魚種釣ってましたよね、まあ、本命が釣れなかっただけで、イサキ、オオモンハタ、はい、あと何釣れたんだっけ。ダツか。ダツ、ダツ、あれだって出したら1位ですよね。そうですよね。長さはね、ま、長さね、長さ勝負だった。長かったです。ちょっと本命狙いましょう。ちなみに今回の大会なんですけど、優勝した曽我部さんが釣ったぐらい49センチっていうことでしたが、上位9名が40センチオーバー釣られたそうで、で坂本さんと同じ磯に乗っていた中村さんは 37.5 センチで13位だったということでした。そっか、じゃあ結構40センチオーバーたくさん釣れてたってことなんですね。魚影濃いですね。本当ですね。私中村さんのグレを実はいただきまして、お、あら、お家で食べたんですけど。お、どうでした。もう本当に美味しくって、うん、この釜から上は塩焼きにして食べたんですね。で下は全部お寿司にして食べたんですけど、最高。もう脂がすごかったです。そうか、この時期のグレ美味しいですね。美味しいです。イサキとかダツとかオーモンハタは召し上がりました。ダツはちょっとリリースして、オーモンハタは下の子の初めての魚にしました。おお、リアクションはどうでした、はい、ちょっとこれレアだなと思って、8ヶ月リアクションはうんうんって感じでした。なんかちょっとまだ味がちょっと分かんないので、もうちょっと大きくなったらすごさを伝えようと思ってます。
そうだね、うん、大門畑の繊細なあの白身はうまいからね。おいしい。でも初めてのお魚が大門畑ってね、なかなかないですよね。でもザ英才教育素晴らしいと思います。本当ですね、うん、はい、始めてます。まあ愛南町釣っていい場所だなと思いますけど、うん、あのこの大会入賞者商品券とか豪華商品もらえて、これすごいですね、うん、次ってあんの？はい、そんな愛南町の釣りイベントなんですが、なんとですね、来年の3月31日には磯釣りバトルロイヤルを開催予定です。おー、やるんだね。はい、この大会は深瀬釣り部門と底物釣り部門があり、魚種は何でも OK だそうです。そうなんだ。はい、とにかく一番大きい魚を釣った人がチャンピオンということで、もちろん今回も賞金がございます。すごい。え、一番大きい魚っていうのしか今このポスターには書いてないけども、はい、これ長魚、重魚、どっち重さでしょう。重さですかね。重さかな、まあ、いろんな業種ありますからね。そうそう、重さだったら釣れちゃったって、さっきの脱ボット来られたら長さ負けちゃうじゃないですか。確かに。詳しくはですね、こちらの番号にお問い合わせいただければということなので、うん、坂本さん、またぜひ行ってチャレンジしてみてください。頑張ります。あと、あの次回はスタジオに来てください。そう、もう井出さんがね、すごい待ち望んでるので。ぜひお願いします。はい、楽しみにしてます。今回取材お疲れ様でした。坂本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ニュースウェーブでした。